タガノエスプレッソは日本の競走馬である。主な勝ち鞍は2014年のデイリー杯2歳ステークス、2020年の阪神ジャンプステークス、京都ジャンプステークス。半兄に2016年の武蔵野ステークスを勝利したタガノトネール。馬名の由来は冠名にイタリア語で急行。母であるタガノレベントンは2006年生まれのキングカメハメハ3区で3戦未勝利の後、繁殖牝馬となる。ケイムホームが種付けられて生まれた初子は、後に武蔵野ステークスを制するなど出世。2年目は生産することができず、3年目は種付け相手にブラックタイドを選択。2012年2月12日、ニーカップタガノファームにてタガノレベントンの2012が誕生する。牧場では大きな怪我や病気もせずに健康な馬であったという。育成を施された後、栗東トレーニングセンターの五十嵐忠夫調教師の元に預けられる。平地競走2014年8月23日、新潟競馬場の新馬戦に石橋治を鞍上にデビューを果たす。勝ち上がりは10月、出走3戦目の未勝利戦で岩田康生によって導かれた。未勝利戦勝利からデイリー杯2歳ステークスで重賞初出走となった。出走9頭中、単勝オッズ10倍以内が5頭おり、そのうち 7.9 倍の5番人気の評価となった。中断で最後の直線に入り、逃げ馬を捉えて先頭に抜け出し、勝馬場の大外から追い込んできた、オルフェーブルの前弟で2番人気のアッシュゴールドを、半馬身退けて、勝利。重賞初勝利となった。また入線後、物見をしてしまい騎乗していた岩田を振り落としてしまった。その後、菱田裕二に乗り換わって、朝日杯フューチュリティステークスで GI 初出走を果たした。菊花賞のトライアル競走、神戸新聞杯のパドック。3歳となり、皐月賞のトライアル競走である弥生賞に出走し、優勝した里のクラウンと 0.6 秒差の3着に、食い込み、皐月賞の優先出走権を獲得した。以降、ドゥラメンテが勝利した皐月賞、東京優駿を含むクラシック三冠競争を完走した。その後、しばらく勝利することができなかったために降級し、4歳の7月、1600万円以下の豊明ステークスを逃げ切って勝利、デイリー杯2歳ステークス勝利以来の3勝目を挙げ、オープンクラスに返り咲いた。デビューから一貫して芝の競走に使われ続けていたが、2016年12月25日の2016ファイナルステークスでダート競走に初めて参戦し、16頭中単勝12番人気という指示の中、北村智和が初めて騎乗し、勝利を挙げた。障害競走以降、オープン競走で2回2着となるなど出走を重ねていたが、次第にダート競争で2桁着順、介入戦が目立つようになる。2019年1月のスバルステークスにて13着となったのを最後に、平地競争に区切りをつけて、障害競争へ転向。平沢健二とコンビを結成する。障害デビュー戦となった中山競馬場での障害未勝利は3着に敗退したものの、新潟競馬場の2戦目で勝ち上がる。障害競争5戦目の出走となった三木、ホースランドパークジャンプステークスでは、同じ冠名、タガノを有する、八木良二所有である、北沢新矢騎乗の単勝1番人気タガノ、グルナ、白浜雄三騎乗の2番人気タガノ、アンピールと共に、4番人気で、平沢と共に出走。逃げる、グルナの後方2番手で進み、最後の直線で先頭に立つと、後方から差し切りを狙って追い上げる、アンピールを、半馬身退けて、勝利、障害オープン競争初勝利となった。エスプレッソ、アンピール、グルナの順で入線し、タガノによる、1、2、3を達成、個人馬主による1着から3着までの独占を、果たしたのは、2013年9月阪神競馬にて、ムハンマド・ビン・ラーシド、R・マクトゥーム以来である。続いて、障害重賞初出走となった京都ハイジャンプでは3着となり、弥生賞以来の重賞副賞圏内入賞を達成。続けて、阪神ジャンプステークスではディープインパクト3区のフォイヤーベルクが 1.5 倍の1番人気に押される中、4番人気の支持で出走。2番手での追走から、最後の直線で後続に8馬身差を広げ、阪神障害3300メートルのコースレコードで、走破して勝利を挙げた。この勝利により、史上13頭目の平地と障害競走、両重賞勝利を果たした。さらに、デイリー杯2歳ステークスの勝利から5年10ヶ月3日後の重賞勝利は、重賞勝利の間隔が、それまでダンス・イン・ザ・モアが保持していた5年7ヶ月30日勝利を更新し、JRA 最長記録となった。また、2着、ケーブルグラム、3着、ブレイクスピアーとなったため、父の母、ウィンド・イン・ハーヘアによる、障害重賞 1-2-3 を達成した。2020年11月14日、京都ジャンプステークスに出走。出走前に放牧をこなし厩舎に戻った際、心身が緩んだ状態であった。そのため、通常ウッドチップコースを4、5周し販路コースに向かうところを、ウッドチップでは意図的にゆっくりと入り、他の馬に留めて、やる気を取り戻させようとした。亮は、半周に留め、多くの調教を販路で消化。1週間前には、出走する体制が整っていた。JGI を7勝している、お重長さんが、単勝 1.1 倍、副勝 1.0 倍の圧倒的人気を集めたが、本馬が先手を奪って逃げ切り重賞を連勝した。次走は中山大障害に挑戦、道中中断につけて、直線前に迫ったが優勝した名将奪際に 0.3 秒差の3着に敗れた。2021年は中山グランドジャンプから始動。当日のレースで騎乗予定だった主戦の平沢健二が落馬したため、上野貴成に乗り換わった。障害競走での点乗りは、平地以上に厳しい条件だが、積極的に2番手につけると最後は前走を任された2頭に、離されたが3着を確保した。以下は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。